どうも、こんばんは、わたです。さあです。納車しました。あ、おーおお、はいはいはい、はい。車がね、はいはいはい。来たんですよ。おーおー。うん。でね、もう毎日乗ってます、今。あ。意外と、あの、だから僕、そういう運転に対してね、まあ、恐怖症というか、 あの、これ多分エピソードでも話してると思うんですけど、ペーパードライバー歴22年なんですよ、僕。あ<ー>すごいでしょ四半世紀ですよ <laughs> お。逆に、撮り直しでしょ <laughs> ?22 年も運転しゃなかった。<laughs> <laughs> そうですよ、ね。っていうレベルなんですけど、はい、あの、結構この1ヶ月猛練習してて、あの、レンタカー、 タイムズっていうね、うん、タイムズカーシェアっていう、こう、駐車場に行くと、あのね、えっと、15分220円で借りれるレンタカーがあるんで,、うん、で、家の近くにあるんですよ。それでこう、もう、実は、あの、ちょっとね、皆さんには黙ってたんですけど、毎日練習してました、僕だから。<laughs> そうか皆さんにちょっと黙っててね、ちょっと申し訳ないんですけど、<laughs> すごいですね。毎日練習してたんですよ。へ、えー。特訓。 で、あの、僕だからその一人で運転したことはなかったね。今までその過去、教習所でね、卒業してから、プライベートで運転してるときは、必ずお父さんが左にいたんですよ。で、お父さんを乗せながら、交通事故を起こしたことあるんで、僕。はい。<laughs> はい。接触事故ね。はいはい、っていうぐらいで、もうあの結構、本当にもう土素人、ドもう、ドペーパーですよ。もう。ドペーパーです。 いや、むしろ、もう、返納した方がいいよ、っていうぐらいに、の思ってたのよ。まあ、そういうね、うん、事故とか、起こしちゃってたし。何、うん、ですか、そんな僕が、もうほんとこの1、2ヶ月の猛特訓を経て、はい、もう今ね、僕ちょっと運転上手いんじゃないかな、っていうぐらいに、乗りこなしてるわけ。<laughs> はい、見せたい、この姿。<ー> <laughs> もう、都会を早速、さっと、まド,ドライブして、もうほんと。<ー>あの、今日だってもう朝、 8時ぐらいに、洋画のスターバックスのドライブスルー、僕自分のはい、はい、もう、こんなおしゃれなこと僕できるような大人になるなんて、思ってなかったですよ、僕は。そもそも車乗れるなんて夢みたいな話だったから。あ、そうですか。そう。なんかもうね、充実してまして、本当に。あの、あれですね、結構大きい車を乗りまして。大きい車なんですよ。その、うん、いわゆるこう SUV ですよ。うん、あの、アメリカ製のですね、結構大きい車なんですよ。で ねあの、最初、こう、ノーサビ、だからそのディーラーから自分で運転して帰ってくるんですね。<ー>で、あの、江戸川区の結構、火西の方の、方で、僕ん家結構離れてるんですよ。だからもう、緊張しながら、1時間半ぐらいのドライブを経て、でもまあ、あの、猛特訓のおかげもあって、うん、難何なく帰れたんですよ。<laughs> で、割と、あの、でかい車なんですけど、すごいこう、乗りやすくてですね。 なんかこう、だからちっこいさ、レンタカーで借りてた車そんなこう変わらないというか、意外にこう違和感なく乗れてる自分がいまして、はいはい、だからこそ今すごい勘違いしてます僕。運転うまいじゃないかっ,ってへ <laughs>、えー。そう。で、こういうやつがあの事故を起こすんです <laughs> 調子乗ってるやつ。<laughs> スピード出したイするから <laughs>。もちろん出さないんですよ。そんな。出してないし、あの、ちゃんと安全打ったら心がけてますけど、で気をつけようと思って、今、ちょうど今、調子に乗ってる時期だから、一番事故起こしやすいんで、まあちょっとね、気をつけようかなと思っているんですけど、うん、まあそんな僕がこう、車を運転する毎日、本当に生活が今までだってもうお家でね、うん、あの、タイムマシン3号の YouTube しか見てない人生だったんで、本当にもう、<laughs> 変わりましたよ。なんかその、こあの、 行動範囲と、はいはい、あとはそのそ、生活のリズムというかさ、うん、夜ドライブ行ったりして、で、一昨日なんかもう、あの、港未来なんか行っちゃってね、一人で、<laughs> 一人で港未来なんか行っちゃって、で、あの、夜、だからその、 まあ、当然、その、家族が、こう、寝てから、寝静まって、こう、一人の自由時間で行くわけですよ。で、11時ぐらいから出て、で、もう、12時半ぐらいかな、ついたの。もうね、暴走族だらけね。あの、あ、な、ね、港<見>、<laughs> あの時間の。はい、もう、謎の、こう、赤とか黄色とかの,の、謎のデコレーションの、変なバイクとか、車しかいなくて、すごい怖かったんですぐ帰りましたけど、ほんに。<laughs> つあげされるんじゃないかなと思って。 そうそ、その時間に行ったんですね。そう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 。<laughs> だから、あのー、それなんか、あの、要は、でも夜運転すると道が空いてるんで、はいはい、運転しやすいんですよね。ねだから、からそんな感じでこう、練習しててですね。まあ、だからちょっと車、ね、買った車せっかくだから、いろんなとこ行って慣れようと思って、道も覚えようと思って、もうやってるわけですけど、あのー、やっぱ車乗ると、やっぱり真っ先に、こうやるのは、音楽ですよね。 音楽かけるじゃないですか。音楽かけるんですよ。うん、あの、そういう大人に憧れてたなっていう、その、夜ドライブで、うん、こう、活かした曲をかけて、こうね、首都高とか走るみたいな、はいはい、そういう大人に憧れてたなっていう、やっぱりこう、すり込みというかや、やっちゃいますね、やっぱね、こう、こう、<ー>そうう調子に乗った、なんかこう、はいはい つい何ヶ月前の自分からも考えられないような、そういう。だからそのなんもう結構さ、頻繁に行くから、その、いろんな曲かけたくなるんですよ。いろんな曲かけたくなって。うん、当然ながら、まあ最近ちょっと僕はもう、あのマイブームになってるのはこう、な、夏メロというか、自分が、 あの、高校生とか、うん、あの、ま、二十歳のね、多感な時期に聴いてたような音楽、みたいなのあるじゃないですか。で、それを、ちょっと結構かけたりして、でもすごいこう、エモい気持ちでドライブするみたいなのは、もう、マイブームなんですけど、音楽ってさ、あの、そう、当時の記憶みたいな、なんかやっぱその時聴いてた曲聞くと、はいはい、あの、その当時の思い出がこう、すごい、 読み返ってくるなというか。だから、運転しながら、結構その昔のこと思い出して、ちょっと泣きそうにするなるいうか、哀愁にこう浸るというか。で、だからその、だからすごい忘れてたんだけど、曲を聞くと思い出す思い出って、なんか、あるじゃないですか。ありませんなんか、かざさない、ね。あね、あの曲にいろいろ思い出が詰まってるみたいな。うん、だからか思い出したんですフラッシュバックしちゃって。うん、で、なんかこういろいろこう、め、めぐってさ、 いろんな思い出はで。特にその、忘れられない思い出みたいな、こうフラッシュバックするわけなんですけど、うんはい、ちょっとね、前振り長かったんですけど、今日その話したいなと思って。ああ、なるほど。二 <laughs> 人が、はい、こう、こう忘れ得ぬ思い出というか、あの、はいはい、僕あの、東京ポッド許可曲っていうね、あの、ポッドキャストの番組好きなんですけど、はいはいはい 曲は曲のコーナーで、その忘れぬ人々って言って、あの視聴者から、今付き合いがないけど、全くもう本当に一瞬しか関わらなかったんだけど、なぜか忘れられない人々たちのことを話すみたいなーコーナーがあるんですけど、ちょっと今日はそういうエモい、まああの忘れられない人々でもいいですし、あの思い出。なぜか定期的に思い出した思い出みたいなのあるじゃないですか。<ー>ちょっとそういうのあったら、ちょっとね、聞きたいなって。 田沢さんはね、結構エモい思い出をたくさん、<laughs> あの、お持ちだと思うんで、ちょっとそんなエピソードトークの回にしたいなと思うんですけど、あのね、まずちょっとね、僕がこう、さっきの、もう、ペーパードライバー以上、うん、もう、ペーパードライバー以上というか、もう、あの、ペーパードライバーのプロなんですよ、僕なんかその、だから、あの本当過去にね、なんか、あの、自分が、 あの、助手席に乗って交通事故を起こしたこともあるし、あ,あの、会ったこともあるし、自分がドライバーとして交通事故を起こしたこともあるんですね <laughs> で。だから、運転して、そういう懐かしい曲書けると、思い出しちゃうんですよ、本当はだからで、あの、この番組でも、結構ね、初期の頃にお話ししたんですけど、あの、僕、だから高校3年生の時に、中学校が一緒だった女の子が、よく僕のこと誘って、 くれててはい、はい、で、まあ、で、あの、その子が、あの、高3の夏に、あの、車の免許取って、だから一緒にドライブ行こうって言って、よく誘ってくれたんですよ。だから夜のさ、ドライブ。で、お互い、だからあの、高校は別々、あの、その女の子は女子校行ってて、僕だ、あの、男子校というかね、あの、クソみたいな高校,高校行ってたんで <laughs>、あの、別々の学校だったんですけど、お互いの学校行ったりとかっつって、こう、ドライブしたりして、 で、あの、で、まあ、何回かあったんですけど、あの、と、とある日に、なんかその、<laughs> ドライブ、あの、まあ、僕の学校、僕が行ってた学校をちょっと見てみたいな、みたいな感じで、そのあ、道案内してね、行ったんですね。で、まあ、あの、学校にはつけて、でも,もうほ真っ暗の、その、もう、誰もいない学校見て、うわ、なんかすごい、あれだね、みたいな、サップ系の場所にあるね、みたいな学校、みたいな、いなもう田舎の、僕、茨城に行った頃のね、ことだったんで、で、その学校行って、 帰りで、あの、ちょっとだからその、僕もその子供だったってかそ、そういうさ、あの助手席に乗るの慣れてなかったからさ、シートベルトをちゃんとしてなかったんですよ。で、してなくて、で、ちょっとこう発信し始めて、なんかちょっとした角を曲がろうとした時に、このなんかダッシュボードの CD が置いてあって、 で、CD が、こう、あの、落ちたんですその、あの、曲がった時に、曲がった、こう、不意に、で、ガシャガシャっって、で、あの、僕撮ろうとしたんですけど、あの、その子、その女の子が、ハンドルを持ったまま CD 撮ろうとしたんですよ。まあはい、<laughs> そしたら、思いっきり壁に <laughs>、あの、突っ込んで <laughs>、で、僕シートベルトしてないから、あの、フロントガラスに、あの、顔から突っ込んで、はい、あの、血だらけになったっていう話を、僕、この番組の、かなり初期の頃に <laughs>、してるんですけど、で、その時に、 そのダッシュボードに置いてあった CD。それ僕が貸した、その女の子にね、貸してあげた CD なんですよ。その曲を,を、がかかると、思い出しちゃうんですよ、その,その瞬間のことを。それはそうでしょだって、もう,もう僕血だらけになって、でも、<laughs> 車廃車になってますからね、ちなみにその車。あ、そんなにそんな、だからもう,だもうガラスバキバキで、で僕も額がこう、 だよく今、こうの顔に傷残んなかったなっていう、もう奇跡に近いんですけど、一歩間違ってたら死んでたような大事故だったんですね、うん。だからね、それ、それが、だからきっかけで、あの、ま、ていうか、僕はそんな、その子に対して好意はなかったんで、お付き合いとかしてなくて、ただなんかその、思いをこう寄せてくれてたんですよ。でもなんかその事故がきっかけで、気まずくなっちゃって、やっぱり、あの、ま、彼女はもうあの、事故を、 させてしまったから、うちの子親にこう謝罪に来たりとかして、もう大変申し訳ございませんでしたみたいな感じで、で、もうその子のお兄さんとかも、僕だからその、しばらく病院通わなきゃいけなかったから、もう病院送って、 ってくれるんですよ、その、その子のお兄さんが。本当ごめんなやうちの妹が、なんか、もう全然運転できないのにさ、もうちょっと本当怪我させちゃってさ、もう一生ものの傷とかなったら、もう本当もうなお、もう償えな、えないレベルだよ、みたいな感じで。もうすごい気遣ってくれて。<laughs> でも、どん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 、やっぱ気まずくなっちゃって、で、やっぱり、その、もう結局、こう、ちょっとやっぱお互い、こう、距離がね、できちゃって、こう、 もう連絡取り合わないみたいな感じになっちゃったんですけど、もうね、そのね、思い出をね、もう必ず思い出すんですよ。そる、くるく。る <laughs> よく運転今できますね。<laughs> <れ> <laughs> 本当でしょそ <laughs> これなんか、でもなんかその、なんていうんですかね、あのー、その子すごいかわいそうな子で、あのー、その高3の、あ高2の夏、高二高校二年生ぐらいの時にお父さんが亡くなっちゃってて、病気で。はいはいはい でなんか、その、僕もその、なんていうんですかね、変な,な、だからその、同情してたわけじゃないですけど、ちょっとやっぱ気を使っちゃって、なんかそうそう、いろいろ誘ってくれるのを断れなかったみたいなのあったんですよ。うん、僕そんな行為なかったから、ちょっとなんか、あんまりこうね、なんかこう、悪いじゃないですか。その、その気がないのに、そういうね、でもやっぱそういう過去があるから、そういうね、かわいそうなちょっと事情があったから、なん断れなくて、っていう、なんかこう、いろんなこう、なんていうんですかね、こう、 まあ甘酸っぱくはないんだよね。<laughs> <laughs> そういうなんかこう複雑なこう感情の思い出がこうね、鮮明に蘇ってくるんですよ。その,あの血だらけの自分と一緒に、このなんかの <laughs>、バキバキのあの日産のマーチだったんですけど、日産のマーチっていう車だったんですけど、もうバキバキ <laughs>。ガードガラスバキバキのあの映像が蘇ってくるっていう <laughs>。でもやよく今車運転できてますよだから本当に。そうです。<laughs> それ怪我は死体 あのね、この目の上の、だからあの、ボクサーとかがさ、バキンで殴られてめちゃめちゃ血出る。この目の前って。うんうん、だから、あの、ほんと奇跡的に、ガラスがすごい顔に刺さってたんですけど、奇跡的に眼球に届いてなくて、ああその切れやすい、まぶたのところだけ、すごい、まあ、切れてて、だから出血はすごかったんだけど、一針も縫わなかったんですよ、僕。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ血出てて、 だからこれ、ね、その番組の回でも話してますけど、僕、まあその、なんかね、黒い服着てたんですよ。黒い T シャツかなんか着てて。うん、黒い T シャツが赤く染まったんですよ。<laughs> <laughs> それぐらい出血してて。えー、でも、気が動転して、俺多分これ死ぬんだな、みたいな感じでだその。死の恐怖みたいなのも。 あの、人生で初めてだったから。はい、痛かったっすかめちゃめちゃ痛かった。<laughs> で、あの、もう顔がどんどんこう、血の気が引いていく感じというかさ、気がとなんか遠くなるみたいな感覚あるじゃないですか。あ、これ、あ、これダメなやつだみたいな。ダメだ、俺もう死ぬんだみたいな感じの、あの記憶がトラウマとして <laughs> 蘇ってくるっていうね。だそんな曲聴くなって話ではあるんだけど、やっぱついついこう、 ね、その、懐かしの。よくその、なんか、はい、車買ってテンションが上がってる話とセットでできますね、その話を。本当だよね。もっといい思い出ある, <laughs> あるだろう、みたいな。そうはい、<laughs> いや、だから僕と車の思い出はもうこれがセットなんですよ。必ず、はい、必ずこう、一番最初の、その、車に関する、あの、鮮明にのな記憶に残っちゃう思い出だから、もう必ず思い出したの、これ。もう絶対忘れられないの、これ。<laughs> <laughs> まあ、ロンダリングできるといいですね、それをね。だからね、うまい。うん、<laughs> 確かに <laughs>。誰かこう、ブレインウォッシュしてくれる <laughs>。その <laughs>、甘酸っぱい声の思い出として、洗脳できたらいいんだけどね、その。 僕も好意を持ってて、みたいなね、なんかそう。いや、だから楽しい。新しいね、車との。あ、そういうことごめんなすいません、ちょ、なんかその記憶自体を、なんか、あの、捏造しようとしてた。確か新しいね、車の思い出でね。車といえば出てくる思い出で。そう。新しい思い出になってんですね。子供とプール行ったなとかね。いや、そういう思い出で書き消したいですよ、僕も、本当に。 あとはな、自分の親父と行ったドライブで、あの、トラックと接触した記憶しかないんだから、車に、車に関しての記憶が、もう、マ <laughs> クミラーが。あそう、あのあ、よく覚えてますね。<laughs> それだけ覚えてる、その。パコーンって飛んでね。<laughs> で、も、はい、その後記憶ないですからね、僕。<laughs> <laughs> それは怪我とかはなくて。それはね、あの、大事故につながらなくて、うん、もうトラックの運転手の方もすごいいい方で、うん、結局、その、特にその、なんか賠償とかそういうのなかったんですよ。レンタカー、 ちなみにレンタカーね、やっちゃったんですけど、親も親ですごい偉くてさ、ちゃんと保証入ってて、うん、だからそういうさ、大きなこと、大ごとにならなかったんだけど、まう、あ、でもほんと心の傷になっちゃって、だから、本当ね、よく運転しようっていう気になったなと思って、こんな嫌な思い出しかないんだと思って。そうですよね。でしょうんだからまあ、それをこう、克服、 しようと今、だから、だからこそ、今、車乗れてる自分がすごい奇跡というか、嬉しいわけですよ、もう。だから乗り越えてる。過去の自分を乗り越えてる感じというかさ。ね、FF16 でもあったじゃないですか。あの、過去の自分と対峙した <laughs>。<laughs> あの、ね、あの、それを乗り、自分を、過去の自分を乗り越えるみたいなね。はいはいはい。 全然乗ってこないです。<laughs> 全然、かんあの、<laughs> FX16 全然可能、ね、あの、感情移入してなかったから、全然乗ってこないですよ。うん、いや、みたいなね。なるほど、ね。だから、ちょっとまあ、これからはまあ、いい思い出にね、ちょっと切り替えていきたいなとは、思うんですけど、んなんか、あの、そういう、こう、あのね、ちょっと僕はトラウマの話でしたけど、なんかないですかもう、ただ、たださんが、はい。それ、何あれ <laughs> あれ、これ何の話でしたもともとは。 な、な、これ、もともとだから、あの、なんかその、あの、前振りの後になんか言ってましたよね、はい。あのー、だから、こうなんか忘れられない、こう、思い出、忘れえぬ人々、忘れえぬ思い出みたいな。だから、まあ、しかもまあね、あの、ちょっと前というよりは、あのー、いやもうかなり記憶の奥深くにある、もう田沢さんの現実体験みたい多分ね、でもなんか、曲聞くと、 なんかそれを思い出すみたいな、はい、あるんですけど、はい、なんかあるでしょうマリス・ミゼル聞くと思い出すこといっぱいあるでしょうもういやそうそうだからそういうのって学生時代の、うん、なんか不意に全然関係ないあのシーンが思い,つい,思い出すしす、ね、別にその時に聞いてたわけじゃないのにうん、うん、その曲聞くとあのシーンと勝手に結びつくんか,か勝手に結びつくんですよそう僕あのー、大学生ぐらい大学生の時に、うん 教員免許を取るための教職課程やってたんですけど、うん、その中で、えっ、ー、と、実習あの、盲学校行ったりとか、ああ、はいはい,はい、はい。介護体験行ったりとかしてたんですよ。で、盲学校に、まあ、一週間ぐらい毎日通ってたんですよ。うん、で、それはなんか、あの、他の一緒に教職課程受けてる同じ学年の人たちと何人かでこう行くんですけど、うんうんうん、いや、そこで、 まあなんか男女何人かで行ってたのかな。はい,はいはいはい。で、でね、夜帰りもいつも遅くて、まあ真っ暗ななんか、バスで帰ってたのを覚えてるんですよ。ほんで、まあ帰るときバス乗って、一人でバーって、うん、で、後ろの方の席にこう座って、はい。たら、一緒にその実習に行ってたそのうちの女の子の一人がね、うん、僕のと横に、 座って、見かけたんでついてきちゃいましたって言って、横に座って、えっと思って、僕、ちょっと恥ずかしがりだから、特に、あはははみたいなのを引きつと笑いして、そしたら、メロンパンとか食べ始めて、それ以来、僕、メロンパン食べてる女子見るとちょっとドキッとするんですけど。 その感情としてはちょっとキュンとするというか。だって、はいま可愛い女の子だったからね。ああ、なるほどね。あ,あみたいな。で僕、恥ずかしがりだからあんま喋れなくて。で、その時別になんかあんまり気の利いた話もできなくて。ほ、うん、んで、ね、バス降りて、今日お疲れ様でしたなんつって、別れて。うんうん、結局ね、その日が実習の最後の日だったんですよ。はい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 だからあ、もう一回なんかお話ししたいなと思いつつ、うん、もう。 あれ、あの、ね、一緒にこう、絡めることなくて。んで、まあ、普段の学生生活に戻ってね。学校行ったり、キャンパス行って。で、その子が、あの、国文学科だったから、なんかキャンパス歩いてて、国文学科の近く通るたびに、ああ、なんか、いないかな、みたいなね。思ってたんいや、まあ、になるよね、やっぱね。うん。で、通るたびに、あ、今日も見かけなかったな、なんはい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 。毎日過ごしてて。はい。 ちょっとベンチに腰掛けてみたりとかして。はい、まあ、うん、あのい、ねい、歩く、歩いてくるかもしれない,しれないですね。まあまあまあ。うん、でな、おもむろにイヤホンでつけて聴いてた曲が、アクアタイムズの1000年の夜こうてあったんですよ。<笑><笑> <laughs> だから、アクアタイムズの <laughs>。 1000の夜を超えてを聞くと、それめちゃめちゃ思い出すんですよ。<laughs> それはだから、ね、意外、意外でした。その意外な、アクアタイムズ聞いてたんです、ね、アクアタイムズ聞いたんですよ。<laughs> 特にハマってたわけでもないんですけど、うんはい、その曲をなんかその時聞いてたんですよ、やっぱね。あ<ー>だから、いやだから、そう、アクアタイムズのその曲といえばそのエピソードしかもう僕記憶ないから。<laughs> 千の夜を超えて。千,えてね、千、千、もうタイトルがいいよね、その。そう、そ<の>だから、千の夜を超えてを。街屋見てるよね。<laughs> あの、あれ聞くと、<laughs> もうあの, <laughs> あ,のあの、夜バス乗ってるあのシーンを思い出しますもんね。 いや、それ、めちゃめちゃいい話じゃないですか、それ。でもまあ、こういうことですよね、こういうこと、こういうこと、こういうこと。<ー>こういうことなのよ。だからなんか、結果、何かいろいろ成就しなかった、こういう記憶の方が、鮮明に覚えてますよね。なんかこう。で、忘れられないんですよ、僕らも。この思い出からは、もう逃れられないんだよ。もう。<ー> <laughs> なんかでもさ、本当なだからそういうさ、断片的に、本当一瞬のことだったりさ、まあ、あの、実際何があったってわけじゃないんだけど、あ,あるよね、そういう思い出。で僕もそ、だからそれで今思い出したんだけど、あの、25歳ぐらい、24歳ぐらいの時に、うんで、まあ、当然、あの、田田さんもそうですけど、フリーターだったじゃないですか。はいはい、で、バイトしてて、で、あの、飲食店、まあ、飲食店だよね。 そう、飲食店で働いてて、うん、で、なんかまあ、キッチンスタッフで僕働いてたんですね。はい、で、でもなんかその、忙しい店だったんで、あの、忙しい、例えばその、三連休の、あの、土日とか、うん、人が足りなくて、ヘルプ呼んでたんですよ。結構店員の数が多いお店で、結構こう、しょっちゅう人を呼んでたんですけど、まあ、とある、だからその、日に、なんかね、す あの結構だからい、いろんな場所に店舗があるお店だったんですね。だからその港未来店から来た、その女性が、あの、僕っ子だったんですね。え僕っ子ってわかりますわか,かんないです, <laughs> 何ですかそれ。自分の一人称を僕って呼ぶ人です、ね。<ー> <laughs> はいはいはい。<laughs> 僕、あ、僕って、僕も僕って,ってちょっとや,ややこしいですけど、初めて見た僕っ子。 ん、あの、すごいね、可愛い綺麗な人だったんですよ。で、あの、同じキッチンスタッフで、で、僕、だからフライパン振ってる時に、隣でそのフライパン振って、あの、あ、僕、あの、ちょっと今このカルボナーラ、あの、やっちゃいますんで、あの、ワタさんはちょっとあっちやってもらって、みたいな感じで。でも,も、話や,ややこしいですけど、僕、<laughs> 僕、ずっと僕って言ってる子で、で、もそれ気になっちゃって、その、 可愛いし、それだから休憩時間とかに話しかけてみたんですね。ただ、なんかその、さすがに、俺一人称僕なんすねっていうのを聞け、聞けないじゃないですか。はい、だからなんかこう、すごいこう、なんか遠回しに、普段は学生さんとかですかみたいなとか、いつもお店、あれ、港未来のお店、いつご、忙しいんですかみたいな感じで、こう、 なんつのもうのもう当たり障りないさ、もうどうしようもない、つまんない会話 <laughs> して、でもね、もうその、話せば話すほどめちゃめちゃ面白い子で、あの、全然僕なんかより、あの、会話がすごい上手くて、いやでもね、僕ね、あの、まあこう、こういうことに興味があって、いろいろこういうのやってるんですよ、みたいな感じで、すごい流暢に話せて、そう頭い頭がいい子だったんですよ。で、あ、ちょっと待ってね、あの、あの、多分 あのー、キッチンの感じだと、なんかこうやるとこうなっちゃうから、なんかこうした方がいいですよとかいろいろ教えてくれたりして、うんうん、もうどんどん、まあ、興味が惹かれちゃって、まあでも結局ね、そのさ、もうたった一日のヘルプだからさ、あの確かにその後もなんかヘルプで来てくれる時あったんだけど、なんか踏み関係性的には踏み込めなくて、もう本当に何もない。 ただただもう、ぼ、僕っ子のことが、もう気になって気になってはい、はい、ちょっと好きになってるわけですよはいはい、はい。ごめんな僕っ子。すごい気になっちゃって、その、な、なんで僕って言ってるのかなみたいな、なんか <laughs>。で、あの、綺麗だし。だから、だけどやっぱりその、結局、そこから特に何も、進展がなく、まあ、あの、一つのね、思い出として過ぎ去ったんですけど、あのね、今ね、あのちゃんっているでしょ はいはいはいあのちゃんってあの一人称僕なんですよね。ああだからあのちゃんの僕っていうの聞くとすごい思い出したその僕っこ。なるほどあの可愛かった僕っこ。もう名前覚えてますからねあの僕っこっていうさこう本当だから何の事ない記憶なんだけど人人もありますよね人そう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  もう絶対あのツアー見ると思い出したんですそのその僕こうその時の甘酸っぱい記憶とともに甘酸っぱい記憶を添えて,添えて <laughs> なるほどね <laughs> もうね <laughs> だからそういうのって本当不思議なんですけど、はい、これこの面白いですねその一通りエピソード喋った後にその話をするっていうそのそうそうそう <laughs> われわれの番組ではなかなかやらないエピソードトークの昔々ですけどやっぱりなんかこう好きな人が好きなものって、うん、自分も好きになってみようって思ったりするもんじゃないですか。な、うん、りますよね、なるなるなる食べ物だったり映画とかね。うん なんか大して興味もないのに、その人が好きって言ったら、どんなもんなのかと思って自分も試してみたりとか、うん、頑張って好きになってみようみたいなね。うん、昔ね、やっぱ、その、ちょっと気になってる女性がね、うん、それが大好物で、はい、それが、あの、チロルチョコのきなこ餅味なんですよ。ああ、はいはいはい、はい。わ <laughs> かる、それ。それわかるよ。<laughs> だから、うん それ以来、コンビニできなこ餅味の。ああ、わかる、ね、見ると、それ毎回思い出します、ね。わかるね。わかるわ、それ。<laughs> それわかる。<laughs> でも、結構な頻度で思い出すよね。そう,そう,そう,そう置いてあるからね、あの、きなこ餅のやつね。未だにあるしね、あのね、きなこ餅のやつ。わかる、それ。 あれでも美味しいよ、ね、美味しいんじゃい美味しいですかね美いしいおいしいあのあるねそういうのだから僕だからそれまあ僕もあるだそう昔付き合ってたその彼女が無類の飴好きでお、うん <laughs> はい、いつもアメを持ってて、うん、でずっと飴食ってんですよだからもう何か滑舌がすごい悪,悪かったなっていうね <laughs> <laughs> そうもないじゃん。ゴミみたいなエピソードですけど、本当に <laughs>。っていうさ、なんか、その、やっぱりこう、好意を持った人とか、まあ、付き合ってた人もそうですけど、だからそういうこう、結構、ポイントポイントというかさ、そのアイテムとか、まあ好きだった歌手とか<あ>、そう,そういうのそうですけど、本当によく覚えてますよね、そういうのを。忘れないというかさ。 で、ほんと、不意な、不意にきっかけでさ、思い,思い出しちゃったとかさ、うんうん、全然もう、あのー、もう何十年前の話だから、当然ながらもう忘れてって当たり前なんだけど、鮮明に思い出すからね、もう。その時の、そ,うですね、その匂いとか光景、もう、はっきり覚えてるから、なんか使ってたものの手触りから何から何まで。覚えてるよ、ね、鮮明に覚えてますよ、ね。覚えて覚えて覚えて本ほんとね、説明できるもん,んて、ねんと。 いやだからね、あのこれ、だから人の記憶っていうのは、割とかそういう、あのー、例えば、だからそのさ、人の死に、こう、人の死とこう、遭遇してしまったとか、そういう、そういうさ、だからかなり人生としてセンセーショナルな体験っていうのも、まあ確かに記憶に残るっていうのはあるんだけど、でも実は僕、深く刻まれてるのって、そういう本当に、ちょっとしたもう、何のことない、些細な、 なんていうんですかねやっぱりこう、原体験として、自分がやっぱり、あのー、こう、ぐっと来たこととか、まあ、その瞬間だけもなぜか、鮮明にそのなんか、強く惹かれてしまったみたいな、そう事柄っていうのが、ね、まあ、かなり深くね、あの、刻み込まれてるだから僕もそれよく考えるんですけど、うん、なんで、あの、あの、もう、何十年も前なのに、光景とか、その物の,の手触りとか、うん、 模様とか何何か何か何までめちゃめちゃ鮮明に覚えてる、ね。鮮明に覚えてるよね。うん、でもそれって、結局、思い出してる回数も多いからなんじゃないかなと思うんですよ。あれ、それね、反数してるんだよね、結局。そうそうそう。逆に、じゃあなんでそんな反数してるのかって思うと、うん、やっぱ大事にしたい瞬間なんだろうなって。いや、わかるのよ。反数したいんだよね、うん、結局自分で。だから、忘れたくないんだろうなというか、そう,う、ね、そう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 。 だから、僕のその千の夜を超えてのエピソードは、僕の中ですごいいい、大事なエピソードかもしれないです、ね。いや、でもすごいでも、その、<laughs> いい話だからね、でも本当に。<laughs> まあ、あとまあ、またその、その自分の記憶の中で、うん、その自分の人生の1ページとして、やっぱり瞬間的にやっぱあのページは残しておきたいっていうさ、うんうん、やっぱりだから、それは、なんつうの、かそういうのってさ、何か成就したからどうとかじゃなくて、うん なんかそういうの大事ですよね。なんかこう、うね、意外と何も成し得なかったこととか、まあ、なんつうんだろう。別に何かあったわけじゃないんだけど、なんか自分の人生を彩ってくれた、あのシーン瞬間あのシーンみたいな。って、うん、すごいいいですよね。なんかね、そうその、なんかなんかすごいさ、何かに成功して人生のなんか、なん、もう、 目標を達成したとかさ、そういうんじゃなくて、うん、意外にそういう一瞬一瞬の方が、自分のこう最後人生締めくくるときに、総まとうとしてすごいまっすぐに蘇ってくるんじゃないかな。そうです、ねうん、自分の人生のその思い出の大半って、そんなんだと思うんだよね。なんか、うん、なんか、まあ、なんか成功したりとかね、そすごいんだけど、 そういう、こう、何気ない、こう、毎日と、そういう本当に、なんでかわかんないけど、ね、別に何かあったわけじゃないんだけど、こう、通り過ぎていった、あの過去たち、あの人たちが、まあ結構、ね、その、人生の、そういう、こう、積み重ねで、こう、できてますんで、まだからね、すごい大事なんだろうなっていうのをね。まあそのくせ、本当に、あの、仕事で、 関わってる人の名前、全然覚えられないから <laughs> 全然記憶に残したくないんだろうな、<laughs> そ, <の S 2> そう、だからその、ね、いつの出来事かって関係ないんでしょうね、関係ないでしょ、そうそうそう,そう、あうん、だからさ、全然覚えられないことも逆にあるじゃない、やっぱり、そ,ね、それはやっぱり、自分の、そのなんつうの、そのさ、自分の本を一冊にしたときに載せたくないんだろうな、たぶんね、覚えてないやつって <laughs> はい、はい。 だから、ただからそのやっぱ記憶に刻まれてる深いやつは、なんかあえてこう、すごいこう、まあ当然トラウマっていう意味で忘れないっていうのもあるからね。さっきのその僕の最初のエピソードは半分トラウマではあるから、まあただ半分甘酸っぱい、こう。 その青春の記憶というかね、もあるから、まあ、そういう意味でこう、残したいっていうのはあるんだけど。うん、まあその、その思い出を持ってる自分が好きっていうのが絶対あるんですよね。ありますね。そういう体験をした自分が好きでいたいっていうのはあるうわかるわかるわか,かる。わかる。それはね、いやそうなんだよね。そう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 ,そう。うん、だから、その思い出っていうのはその、そこの自分が、そこにいた自分とセットなんだろうね、多分ね。うん、で、それが、今のその延長線上で、今の自分に、繋がってるから、うん やっぱそこをね、こう、消したりとか、なんか、あんな記憶は忘れたいとか、なんかね、あの、そういうこうまあ、ね、ちょっとトラウマはさ、消したいっていうのはわかるんだけどさ、なんかこう、あんまりこう、抗わないでいいものなのかなっていうのはね、ねちょっとね、思いますけどね。うんうん、まあ、恋なんかもね、やっぱ、その人のことが好きな自分が好きっていうのが、ありますよね。うん、うん あとなんかこれ大事なのは、その瞬間っていうのはありますよね。うん、例えば、あの、20代とか、もっと10代とかの頃に、あの、すごい好意を抱いてた人って、っその瞬間だから好きになったんだろうなっていうのはあるんですよ。うんうん、だからこそ尊いというか、今、同じ状況で同じシチュエーションで、 見ても、実はそう感じなかったんだけど、その当時、千、うんね、の夜を超えてたあの当時 <laughs>、だからその千の夜を超えても、その要素の一つなわけじゃないですか。でもその曲も、そこの自分、その時の自分を、こう、少し気持ちを盛り立ててくれていたというか、うん、だからすごい、だから、いろんなこう、状況が重なって、まあそういうこうね、あの、誰かを、こう、好きになったりとか、 あるいは嫌いになったりとかっていうのありますから、<ー>だからなかなかそういう意味で、こうね、尊いというかね。<laughs> でしょうね、やっぱね、こう。こうらしからぬエモい話しますよ、これね、今日ね、うん。ちょっとね、あの、だから田沢さんはね、こう、割と僕はその一緒に働き始めてから、まあその前後のこう話っていうのは僕はよく聞いてるんで、あの、 ね、どういう、そのことをされてたかとか、過去は知ってるんですけど、うん、結構割とその若い頃のね、記憶っていうのは、あんまりこう話されないまあ結構ね、うん、確かに気になってますからね。で、あの、これあれですよ、あのシリーズ的には、あの、プロフィール、ね、紹介してくれた回あったと思うんですけど、<laughs> はいはい、あれの続編ですよ、二人のこう、過去をこう読み解いてって、で、あの、ね、なぜ今こうなってしまったのかっていうのを、<laughs> こう、あの、紐解いていくエピソード、回なんで。 もときシリーズ多分とんでもないだからま,まだこう口に出してないとんでもない記憶、うん、あのちょこちょここの番組で話せないようなあの過去のエピソードはよく聞いてますんで、まあ、ちょっといろいろ、ね、<laughs> 話しづらい記憶も思い出もあるでしょうから <laughs> そこはまあ問い出さ,さないですけどこんな感じで定期的にやってみます。このエエモシリーズ こういう問いいいいい問がなななければ思い出さない話んない話喋でもありますからねそうでしょ、うん、だからねこ結構あのこういうの長んかまあねあのなんかおじさんまあおじさんになっちゃうとやっぱそういう古い思い出なんか過去の記憶ってちょっとその理化しちゃうとこもあるから、うん、なんかちょっとそ,それはあれなんですけど例えばきっかけとしてなんかちょっと思い,思い出せるというかね僕も多分このエピソードを話すために今一生懸命こう過去をいろいろ記憶を巡らせて話してることも、うん さっきの僕この話も久々に思い出しました。でもあのちゃんを見てね思い出したっていうのはあるんです。あるんですけど、また、あ、からねちょっとそういう感じでまたやります。で、はい。じゃあさようなら。さようなら。<laughs>